what you want, you wear, beat it up. It's that I wanna flip the light pancake, that I wanna griddle, have you sitting up? No. おっす、オラ競馬 V、 今日も一丁阪急杯予想してみっか。はい、というわけで阪急杯、実にですね、芝の 1400m 右の内回り、予想の方言おうかなと思っております。またね、これはいつも通り3頭でいきますよ。3頭で、ではその3頭を言っていこうと思います。こちらから、はい、まず1投目になるんですけど、まあ自分の本命ですよね。本命にしたいのはダイアナヘイロー、ダイアナヘイローですよ。まあ阪神とかね、京都とかそういう苦手とかいう、そういうコースというか、まあ苦手な意識はないと思うんですけど、まあこの馬はまあどこの競馬場でも、まあ東京であったりとかね、中京であったりとか、そういう競馬場関係なく、まあ、苦手とか僕の中なさそうな感じするんですが、まあ、何が一番っていうと、まあ、すんなりゲート出て、まあ、あとはもうすんなり自分通り走ってくれるかどうかだけなんですよ。だから正直本命にするも、まあ、ちょっと悩む方は多いと思うんですが、まあ、惨敗するケースももちろんある馬ですし、でもうめちゃくちゃ強い勝ち方、まあ、対象することもあり得る馬で、なおかつ実力もあるということなんで、ちょっとね、ほんまギャンブラーじゃない、ギャンブルじゃないけども、ほんまにどっちかなんですよね。めちゃめちゃ強いか、ほんまにもう全然か。まあ阪神開幕週でね、まあ気持ちよく逃げてもらって、まあこのメンツの中、まあ考えれば、まあ十分勝てる見込みはあるんではないかなと。まあ、多少のこともあると思うんですけど、まあその時のね、まあ状況とかもあるんでしょうけど、まあ正直ずっと買い続けてるんで、とことんもう引退するまで追い続けてやろうと思ってる馬ですね、僕の中では。で、まあ絶好調豊さんなんで、ここはちょっと期待しようかなと思って、もうあえてダイアナヘイロー本命にしようかなと思っております。で、2投目になるんですが、まあ2番目に僕はいいかなと思っているのはロードクエスト、ロードクエストですよ。まあ、ロードクエストね、初の阪神で、まあ内回りということもあって、この馬の客室ならば、まあ差しなんですけど、まあ、この馬の客室ならば、まあ一発狙えるんではないかなと思っているんですが、まあ春のね、マイル王のあのモズ・アスコットを差し切った足を使ったら、もうめちゃくちゃ怖い一角ではないかなと。なんせあのモズ・アスコットに差し切ってますから、まあ十分いい足は持ってると思いますし、まあ条件的には悪いんですが、まあ力がねある馬だと思うんで、まあ展開がハマればほんまに怖い一頭かなと思って、ちょっとこの馬もね、目方もちょっと57で重たいんですが、まあそれも感じさせないほどの差し足、切れ味あると思うんで、この馬も狙ってみようかなと思ってます。おーいっとね、次の3投目になるんですけど、3投目はねやっぱりもうこれにしようと思いました。雷鳴富士、雷鳴富士。まあ正直 1200m がベストかなと正直僕も思っているんですけど、なんで今回買おうかなと思ったのは、まあまあ 1400m はちょっとね一波乱長い気がするんですが、阪神カップもね4着に来ているので、まあ人気落とすんであれば、まあ狙っても逆に面白いかなと。でただ前走 1200m、 まあ悪くてもね、前走レーン外さんかなと思っていたんですが、まあまさかの7着やったし、まあ馬体重もね変わっていないので、それがどうなるかっていうのもあるんですが、
まあここはちょっとね、一番ちょっと穴っぽいところを狙えるんであれば、まあ大便富士、まあ正直この馬も十分強い馬だと思っているんでね。あとはもう和田騎手、もう穴といえば僕の中で和田騎手一発開けてくると思うんで、大便富士も期待しようかなと思っております。まあこの馬も足的には差しなんですが、まあ十分このメンツ相手ならばまだまだ、通用するんではないかなと思って、大名富士を買おうかなと思ってます。はい、ということですんで、まあざっくりはあるんですが、阪急杯、G3 の方ですね、予想の方は僕の中では、まあ一番はダイアナヘイローで、ロードクエストで、3頭目には大名富士を買おうかなと思っています。これはね、多分僕馬連とワイドと、副賞者は3連服かで買おうかなと、正直今は思ってます。ですんで、もしよかったらこの動画やな思ったら、ほんまにまた皆さんグッドボタン、まあグッドボタンもいいんですけど、コメントの方を、どしどしほんまにください。どんなことでも結構です。競馬のこと以外でも結構ですんで、よろしくお願いします。できたらチャンネル登録の方もよろしくね、ブイブイということですんで、土曜日日曜日みんなで競馬楽しみましょう。またな、ブイブイブイ。チャンネル登録、グッドボタン、コメント投稿よろしくお願いします。競馬ブイ。